大ー長岡駅は、滋賀県米原市長岡にある、東海旅客鉄道、日本貨物鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA81。JR 東海の駅で唯一駅名に、大ーを冠した駅である。運行形態の詳細は、東海道線を参照。島式ホーム2面4線を有する、地上駅島式ホーム2面4線を有する地上駅。駅舎は、 校内西側にあり、二つのホームとは地下通路で連絡している。東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で大垣駅が当駅を管理している。1999年頃に直営駅から業務委託駅に変更された。JR 全線切符売り場が設置されているが、JR 東海では現在は簡易委託駅にも、 丸スタンマズが設置されているためか、窓口の緑の窓口マークは消去されている。もともと現在の国道365号に沿った急線から、前原駅方面へ分岐されたルート上に設置された駅であるため、関ヶ原駅、前原駅において、東駅付近の三北側へ迂回しているような線形となっている。このため、東駅から関ヶ原駅まで、 半径402メートルのカーブが多数あり、制限速度時速80キロメートルの区間が頻発する。通常は本線である2.3番線のみ使用する。1.4番線は対比線であり、1番線は一部の列車が使用するが、2017年度ダイヤでは4番線での旅客列車の発着はない。現在は臨時車扱い貨物のみを取り扱っており、貨物列車の発着はない。 かつては、駅北側へ分岐し、住友大阪製麺と、伊吹工場へと続く専用線が存在した。専用線は、かつての東海道本線の廃線跡を一部、流用する形で付設された、全長 3.7km で1952年に、開通。当初、非電化で、大井川鉄道から、蒸気機関車を購入し、1954年に、 三義鉄道より102を購入した。1955年に東海道本線稲沢米原間が電化され、1956年に電気機関車を申請して蒸気機関車101は東洋零4に103は桜島ふ頭へ売却。102は保管されていたが後に三義鉄道へ戻り保存されている。運転は1日6往復平日のみ。 自社所有の多岐19000型や秩父セメント補機5700型などが専用線に入線していた。同線の廃止後、伊吹500型は大井川鉄道へ転じている。駅構内には貨車のためのヤードも存在したが、専用線と共に廃止された。一部の線路のみ残存し、保線機械の留置に使われることがある。 また1980年代まで、大見工業長岡工場へ続く専用線もあり、採石も扱われていた。同社社屋前から、駅方向に向かって伸びている築堤に痕跡が残る。昭和60年版私有化車番号表、とワイライトゾーンマニュアル13ネコパブリッシング、2004年、滋賀県統計書によると、1日平均乗車人員は、以下の通りである。ありがとうございます。